こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、幻冬舎ゴールドオンラインの記事で、佐藤勝の対談が出ていたんだけれど、カンナオトのことをベタ褒めなんだよね。それは、褒め殺しなんじゃないの？いや、実際、対談相手にも、途中で、それ、褒めているんですか、けなしているんですか、わら、って、言われているんだけれどね。やっぱり、褒め殺しじゃん。佐藤勝は、菅さんが総理でなければ、もっと深刻な事態になっていたと、思っています。って、言っているんだよ。なんで？震災直後の危機的状況で、真実をそのままリアルタイムで、明らかにしていったら、都市パニックが起きて大変なことになっていた、と言うんだよね。それ、情報隠蔽していただけじゃん。さらに、菅さんは異常な立ち居振る舞いを、いくつかしたように見えるんだけれども、これは都市パニックを起こさないという意図があったから、と褒めているんだよ。都市パニックじゃなくて、菅直人自身がパニクっていたんだよ。まあ、菅直人は理系出身の、政治家だから、原発の仕組みとか放射能の、特性も理解できていたというのが、ベースにあったんじゃない？それはないと思うけれど、菅直人って、理系だったの？うん、東工大出身なんだよ。東京工業大学理工学部応用物理学科を、卒業しているんだよ。もちろん、学生運動にも熱心だったらしいけどね。学生運動に熱心で、応用物理学科って、怖いな。一歩間違えたら、カーン博士になっていたんじゃない？すごいこと思いつくね。でも、カンナオトはちゃんと勉強していたの？それはわからないけれど、学生時代には、麻雀好きが高じて点数の、自動計算機を開発して、特許を取得しているんだよ。すごいじゃん、ちょっと見直した。ザ、割れ目でポンとか、M リーグに出たら、面白いのにねー。でも、理系の政治家って珍しいんじゃないの？うん、そうだね。カンナオトの他だと、鳩山幸男もそうだよね。え、鳩ポッポも理系なの？そうだよ。鳩山幸男は東京大学工学部、係数工学科を卒業しているんだよ。すごいじゃん。政治家に理系が少ないから、日本のデジタル行政は遅れているっていう指摘もあるくらいだから、もっと、理系出身の政治家が、出てきても良いかもね。でも、先例が、鳩ポッポとカンナオトだから、賛成しづらいなぁ。でも、海外に目を向けると、オードリー・タンとか大活躍してるじゃん。なるほどねー。あと、政治家ではないけれど、元ヤフー社長の宮坂学が、東京都の副知事になったりしているから、やっぱり、理系の人は必要なんじゃない？まあ、行政機関には、必要な人材かもねー。話を戻すと、理系の政治家でなんと言っても、一番有名なのは、メルケルだよね。え、メルケルって、理系出身なの？ドイツのメルケル首相は、大学時代、物理学を専攻。その後、科学アカデミーに就職して、理論物理学などを研究する物理学者だったんだよ。完全に、理系の学者じゃん。でも、学者から政治家に転向することはあるだろうけど、大体、政治学者、経済学者とかじゃない？そうだねー。あとは、怪しい、国際政治学者とかね。うん。物理学者から政治家って、すごい転身だねー。それは、メルケルが過ごしてきた、時代背景が大きく影響しているんだよ。え、なんだか、壮大な話になってきたな。ということで、この動画では、第8代ドイツ連邦共和国首相、アンゲラ・メルケルについてさらっていくよ。ゆっくりしていてね。メルケルが過ごしてきた時代背景が、影響って、どういう意味？うん。メルケルの人生を振り返ってみてみよう。アンゲラ・メルケルは、1954年7月17日に、西ドイツのハンブルグで生まれるんだ。ハンブルグって、ハンバーグの語源になった地名だよね。よく知ってるねー。前に、よく行ってた、レストランに書いてあったんだよ。メルケルのお父さんは、ポーランド系で、キリスト教プロテスタントの、牧師さんだったんだ。へぇ、宗教家の子供って言ったら、松井秀喜と一緒だね。
また、すごい話を持ち出してくるね。で、メルケルは、生後数週間で、東ドイツへ引っ越すことになるんだ。当時のドイツは、東西に分かれていたのか。そうだね。自由主義陣営の西ドイツと、共産主義陣営の東ドイツに、分かれていたんだよ。メルケル一家みたいに、東西ドイツの行き来ができた状態だったの？メルケルが生まれたのが、1954年で、まだ、その頃は、東西の行き来が緩かったみたいだよ。その後、1961年に、ベルリンの壁ができて、その後は、だいぶ厳しくなったんだけどね。そうなんだ。でも、ほとんどは、東ドイツから西ドイツへ脱出する人が、多かったから、メルケルみたいに東ドイツへ引っ越す人はレアケースだったらしいよ。なんで、メルケル一家は、東ドイツへ引っ越したの？メルケルのお父さんは、東ドイツの教会を守らないと、と思ったみたいだよ。国家から教会に、様々な圧力を、かけられることも考えられる状況で、決意したみたいなんだ。すごいなぁ、まさに、殉教者だねー。メルケルは、東ドイツで、すくすくと成長。学校では、目立たない生徒だったけれど、すごく優秀な生徒で、中学時代は全科目オール1。オール1？ ドイツは、1が一番良い評価なんだよ。紛らわしいなぁ。特に、数学とロシア語に秀でていたんだって。語学は、お母さんが、英語とラテン語の先生だった影響もあるかもね。メルケルは、今でも語学の達人と言われていて、ドイツ語のほか、ロシア語、フランス語、英語はくもなく話せるみたいだよ。すごいなぁ。羨ましいなぁ。1973年、カール・マルクス・ライプツィヒ大学に、入学、物理学を専攻することになるんだ。そして、大学在学中の1977年に、同じ学部の学生だったウルリッヒ・メルケルと、結婚したんだよ。え、学生結婚したの？そうなんだよ。しかも、この後、離婚するんだけど、この時のせい、メルケルを、生涯使うようになるんだよね。そうなんだ。前の旦那さんの名字で、一生過ごすのはすごいな。1978年、大学を卒業後、東ベルリンの科学アカデミーに、就職して、理論物理学を研究することになるんだ。へぇ、本格的に理系の学者人生だね。この科学アカデミーで、今の旦那さん、ヨアヒム・ザウアーと出会うんだよ。でも、この頃のメルケルは、別の人と、結婚しているでしょ？それが、結婚して3年後の1980年、メルケルは荷物をまとめて家を、出るんだ。そして、1981年に、離婚が成立。それって、もしかして、略奪的な話？それは、わからないけれど、メルケルが2回目の結婚を、するのは、1998年のことだよ。なんだか、怪しいなぁ。まあ、みんな、若い頃は、いろいろあるんだよ。で、ベルリンの科学アカデミーで、研究者生活を続けるメルケルに、転機が訪れるのが、1989年の、ベルリンの壁崩壊。おお、世界的大事件じゃん。ここから、メルケルの運命の歯車が、回り始めるんだ。メルケルも、ベルリンの壁を壊すのに参加していたとか？いやいや、これも有名な逸話なんだけれど、もちろん現地では大騒ぎだったにもかかわらず、メルケルはサウナに行って、帰宅したんだ。どんだけ、サウナ好きなんだ？で、家に帰って、大ニュースになっていることに、気づいて、改めて、家を出て、西ベルリンに行ったんだって。のんきなもんだなぁ。で、そこで知り合った西ベルリンの、人の家の電話を借りて、親戚の家に電話を、しただけで、また、帰宅したんだって。なんだぁ、劇的なエピソードを期待したのに。でも、これから、メルケルの人生は劇的に、変わっていくんだ。東ドイツ崩壊が現実のものとなり始めて、先行きが不安になった科学アカデミーを、辞職。その後、民主主義の出発に、結党メンバーとして参加。民主主義の出発の、報道官になるんだ。ついに、政界デビューだね。
そもそも、ゴルバチョフのペレストロイカが、進行する中で、東欧諸国が激変。まず、ハンガリーの鉄条網が、破られるんだ。ハンガリーの鉄条網？ハンガリーとオーストリア国境に、びっしりと鉄条網が敷かれていて、ベルリンの壁と同じように、東西、鉄のカーテンの象徴みたいなものだったんだよ。ふーん。その後、ポーランドで自由選挙が行われて、ワレサギ朝の連隊が政権奪取。動きが連鎖するね。そのような状況下で、夏休みを迎えた東ドイツ国民は、ポーランドに旅行に行って、東欧諸国の変化を見てしまったんだよね。ハンガリーに行った東ドイツ国民は、鉄条網がないから、オーストリア経由で西ドイツに行ってしまう人たちもいたんだ。ああ、それは、歯止めが効かなくなってくるねー。こんな状況にもかかわらず、東ドイツのホーネッカー議長は、何の手も打たなかったんだ。自分に都合の悪いことは、受け入れたくないタイプの人なんじゃない？そんなさなか、10月7日に、ゴルバチョフが東ドイツを、訪問。ホーネッカー議長に、このままだとやばいよ、って忠告したんだけれど。ホーネッカー議長は、自分の考えばかり言って、ゴルバチョフの言うことを聞かなかったんだ。それで、ゴルバチョフは舌打ちして、帰っちゃったんだよ。ゴルバチョフもお行儀が悪いなぁ。でも、帰る間際、ホーネッカー議長の取り巻きに、行動したまえ、と言って行ったんだって。煽ってるんじゃん。で、ゴルバチョフの帰国した、その10日後に、政治局会議で解任動議が、出て、ホーネッカーは失脚。で、その数週間後に、ベルリンの壁崩壊となるんだよ。おお、そんな動きがあったんだ。で、もちろん、この動きは止まることなく、翌、1990年、東ドイツでも普通選挙が、行われることになって、メルケルも出馬。見事に当選するんだよ。あ、メルケルの話に戻ってきた。選挙後は、東西ドイツ統一に向けた、デメジエール政権が発足。メルケルは、副報道官に抜擢されるんだよ。それは抜擢なの？だって、初当選の1年生議員だよ。しかも、副とはいえ、報道官と言ったら、スポットライトが当たる花形ポジションじゃん。まあ、そうだねー。4月にデメジエール政権が、発足した後、10月には東西ドイツ統一。また、12月に統一ドイツの選挙が行われて、メルケルは無事に当選するんだよ。ベルリンの壁崩壊から1年で、そこまで進んだんだ。目まぐるしいねー。当選したメルケルは、女性、青少年問題担当大臣として、コール政権で入閣。これも、大抜擢だよね。初当選したと思ったら、もう大臣になったの？うん、まあ、これは、実力というよりも、東ドイツ出身者を、入閣させたい、女性を入閣させたい、というところで、メルケルがぴったりだったんだよね。なるほどねー。橋本聖子みたいなものだねー。でも、メルケルも抜け目なくて、デメジエールに近づいて副報道官にしてもらったのを、利用して、東西ドイツ統一の話し合いの時に、ちゃっかり、西ドイツ最後の首相で、統一ドイツ最初の首相になる、コールにもすり寄っていたんだよ。メルケル、やるなぁ。でも、ポットデで、何の支持基盤もなかったから、大臣になったとはいえ、メルケルも焦っていたんだよね。そんな中、デメジエールのスキャンダルが、出てくるんだ。え、スキャンダル？誰かと写真を撮られた？そんなに、ワクワクしなくてもいいよ。デメジエールのシュタージ疑惑が、持ち上がったんだ。シュタージ？東ドイツは共産国家で、国民を監視していたんだよ。国民を監視するためには、普通に生活しているスパイも、紛れ込んでいたんだけれど。デメジエールが、国民を密告するスパイだったんじゃないか、という疑惑なんだよ。それはまずいなぁ。この疑惑が持ち上がると、メルケルは、これまで世話になったデメジエールを、一切かばうことなく、デメジエールを政界引退に、追い込むんだ。で、ちゃっかりと、メルケルとデメジエールが所属していた政党、キリスト教民主同盟 CDU の、役職に就任。なんとか、党内支持基盤の足場作りに、成功するんだ。
うわぁ、残酷な女だなぁ。メルケルは、いろんな男を踏み台にのし上がった女と、言われるけれど、これも、そのエピソードの一つだね。メルケルは、そんなこと言われているんだ。それと、もう一つ、メルケルの特徴と言ったら、この変わり身の速さだよね。ふーん、そうなんだ。メルケルのビジュアルは、どちらかというと、愚鈍なのにねー。その後も、コール政権のもと、環境、自然保護、原発保安担当大臣に、就任。着々と、政界で実績を積み上げていくんだ。やっぱり、東ドイツ出身で、女性っていう、レアキャラなところが良かったの？うん、もちろん、それもあるけれど、やっぱり、メルケルは、もともと、優秀だったんだと思うよ。女性特有の残酷さが、決断力に見える時もあるし。科学アカデミーで、物理学を研究していたくらいだから、原発保安担当大臣でも、他の人ではできないくらい、ハイレベルな話ができるもんねー。なるほどねー。でも、1998年の、選挙で、キリスト教民主同盟 CDU が、野党に転落して、コール政権が終わるんだ。じゃあ、メルケルも野党？うん、そうだね。ところが、今度は、野党に転落したキリスト教民主同盟 CDU で、スキャンダルが発覚。お、今度は、誰が写真を撮られたの？そういうゲスなスキャンダルじゃないよ。20年以上キリスト教民主同盟 CDU 党首を、務めていた、コールの闇献金疑惑が、発覚したんだ。まあ、権力は腐敗するもんだよ。最初、1億円の献金を隠していたという話が、発端だったんだけど、調べてみたら、次から次へと闇献金が、出てきて、6億円以上見つかったんだ。それはまずいなぁ。ところが、それでは収まらなくて。他にもあったの？スイスの秘密口座に、10億円以上政治資金を、溜め込んでいたことが発覚したんだ。10億円。しかも、スイスの秘密口座っていうのが、なんか、中二病みたいでかっこいいね。さすがに、かっこいい、という話にはならなくて、世論が反コール一色となり、キリスト教民主同盟 CDU も、長年の功労者、コールの、扱いに困ってしまったんだ。森喜朗がオリンピック組織委員会の、会長を辞めざるを得なくなった時みたいだな。うん、そうなんだよ。ところが、ここで勝負をかけたのがメルケル。民意を味方につけられるのは、間違いないと、大恩のあるコール切りを決断。新聞に寄稿して、コールを大批判、結局、東西ドイツ統一を成し遂げた、ドイツ政界の超大物、コールは政界引退に、追い込まれるんだ。すごい決断力だねー。決断力もそうだし、ここでも、大臣にしてもらったり、何かと目をかけてもらったコールを、葬ったことで、男を踏み台にして、メルケルは名声を得ていくんだよ。デメジエールの時と、同じだねー。そりゃ、男を踏み台にして、と言われても仕方ないかもしれないねー。政界引退に追い込まれたコールは、罰金1500万円くらいで、事件は収束するんだけれど、その過程で、旧東ドイツの諜報機関が、持っていた情報が公開されなかったり、コールの証言も要領を、得なかったり、いろんな話がうやむやになったんだ。どういうこと？東西ドイツ統一の裏で、当然、ドイツ以外の国家も絡む、壮絶な国家間の駆け引きがあって、その中で、動いたお金も大きかったんだと、思うんだ。それに関連して、コールは墓場まで持っていかねばならない秘密があって、言いたいことも言えなかったんだと、思うんだよね。なるほどねー。ドイツ統一の代償を、コールが引き受けたのかもねー。だとしたら、立派だなー。ドイツ統一の陰で、デメジエールとコールが失脚。メルケルは、ドイツ統一まで政治家で、はなかったから。ドイツ統一の汚れ仕事に、関わることがなく、生き延びることができたのかもしれないねー。なるほどねー。ちなみに、コールは、この闇献金事件の直後、奥さんが難病を苦に自殺。2004年にはバカンス中に、スマトラ沖地震に遭遇して、スリランカ軍に救助されるんだ。その後、自宅で転んで、頭と足を負傷して、自由が利かなくなるんだけれど、
35歳年下の女性と、再婚という波乱の人生を、送るんだ。大変だったけれど、最後だけ、良かったねー。公領を葬ったメルケルは一躍脚光を浴びて、キリスト教民主同盟 CDU 党首に就任。そして、2005年のドイツ総選挙に勝利、第8代ドイツ連邦首相に就任。おお、ついにメルケル首相誕生だねー。この時、メルケル51歳。ドイツ史上最年少の首相で、初の女性首相、初の東ドイツ出身者の首相となったんだ。メルケル首相誕生は、エポックメイキングな出来事だったんだねー。うん、この時、メルケルのキリスト教民主同盟 CDU は選挙に勝ったものの、過半数には足りなくて、結局、二大政党で大連立を組んだんだよ。そういう意味でも、注目されたよね。2009年の選挙でも、勝利。今度は、メルケルのキリスト教民主同盟 CDU も、多くの議席を獲得して、大連立を解消。メルケル政権の2期目が続くことになったんだ。メルケルは、人気があるねー。ただ、2010年のユーロ危機で、支持率低下。ギリシャの財政問題で、ドイツが多額の資金援助を、することになってしまったことに、国民が反発したんだよね。なんで、ギリシャをドイツが助けることになってしまったの？最初は、メルケルも突っぱねようとしたんだけれど、よくよく調べてみると、ギリシャに貸し込んでいるのが、ドイツとフランスの銀行が、多いことがわかったんだよ。ということは、ギリシャが倒れると、ドイツとフランスの銀行がやばい、となって、メルケルは、慌てて、当時のフランス大統領、サルコジに、連絡を取るんだ。それでどうなったの？サルコジを解き伏せて、一緒に、ギリシャ問題の事態収拾を、させたんだ。メルケルは語学の達人という話があったと、思うんだけれど。この時もフランス語で、サルコジを説得して、メルコジとも言える協力関係を、気づくことに成功したんだ。メルコジ。ちなみに、メルケルの語学の達人っぷりは、ロシア語にも堪能だから、プーチンに対しても遺憾なく、発揮されていて、プーチンとも通訳なしで話ができるらしいよ。すごいなぁ。プーチンは、ベルリンの壁崩壊時、東ドイツ勤務だったんだ。そういう共通点もあって、メルケルとは、かなり突っ込んだ話を、していると言われているんだよ。それは、かなりヤバい話を握っていそうだねー。メルケル恐るべしだなぁ。で、ユーロ危機で政権支持率が、落ちてきたメルケルが打った次の、手が、脱原発。原発に目をつけたのか。2011年の東日本大震災を、受けて、突然、脱原発を表明したんだ。なるほどねー。メルケルは、こうやって、支持率が落ちてくると、突然、何かをぶち上げて、支持率回復につなげていくんだよ。今までは、いろんな男を踏み台にしてきたけれど、自分がトップに立ってしまったから、もう、踏み台にする男もいないもんねー。そうだねー。2015年の難民受け入れもそうだよね。難民が溢れちゃって、どうするんだ？となっていた時、突然、電撃的に100万人の難民受け入れを発表。一気に、世界中がメルケル支持になったからねー。そういうのが、うまいんだよ。メルケルの長期政権が、続くのは、そういうところが秘訣なんだろうね。うん、そうだよねー。でも、さすがのメルケルも、2021年の任期切れで、政界引退を表明しているから、もう、ネタ切れなんだろうね。メルケル政権は、結局、何年続いたの？2021年までとして、16年だよね。これは、ドイツ史上最長のコール政権とほぼ同じなんだよ。なんで、メルケルは、そんなに支持されたんだろうね。メルケルは、国民に対して、自分をどうやって見せるか、というところがうまかったよねー。支持率が下がってきたら、脱原発を宣言したり、難民受け入れを表明したりしたとか、そういうところ？そういうところもそうだけれど、各国の首脳と対等に、渡り合って、ドイツ国民を満足させたところもあったんだよ。例えば、ヨーロッパの盟主と言ったら、やっぱり、イギリス、
フランスなんだけれど、イギリス、フランスとも対等にありあって、メルケルが主導権を握ったからね。メルケルを中心にヨーロッパが、回るということは、ドイツがヨーロッパの中心になるということで、ドイツ国民は誘引を、下げたのか。この頃のイギリスは、ブラウン、キャメロン、メイの時代でガッタガタ。結局、EU 離脱に追い込まれてしまうし。フランスに対しても、サルコジとは、メルコジという関係を築いて、その後のオランダは、国内で不人気だし、メルケルとは格が違ったよね。メルケルはすごいなぁ。サミットの時に、トランプを詰めている写真も、有名になったけれど、こういうところだよね。自国の代表がアメリカ大統領を、詰めている光景を見て、胸がすくような思いを抱く、国民は多いはずだよ。この写真は有名だもんねー。そのうち、一本グランプリで、写真で一言を、やるはずだよ。プーチンに対しても、直接ロシア語で会話して、一歩も引かない姿勢だから、プーチンもヤバいと思ったのか、犬を連れてきたからね。犬？なんで？メルケルは、極度の犬嫌いなんだよ。プーチンの大きな犬が来た時に、震え始めたんだ。後に、プーチンは知らなかったとはいえ、悪かった、と謝罪しているんだ。そんなわけないじゃん、プーチンはわざとだよ。でも、メルケルも、犬が苦手って、可愛いところあるね。うん、そうなんだよ。メルケルは、そういう、ちょっと隙を見せることで、チャーミングと思わせるようなところがあるんだよ。え、それって、あざとい系？うん、メルケルは、そもそも、東ドイツ出身、女性初の大統領、元科学者、プロテスタントで離婚歴があるという背景に、得体の知れなさがあったんだ。確かに、そんなバックボーンのある人なんていないよね。貴重な属性だよ。旦那さんは、なかなか姿を見せないから、本当はいないんじゃないか説まであったんだよ。ミステリアスだなぁ。でも、メルケルは、そういう風にミステリアスな部分を、作っておいて、近づきがたいかというとそうで、はなくて、大のサッカー好きで、サッカーの応援に行きすぎて、批判が起きるくらいだったんだ。自分は、ドイツ代表12番目の、選手だと言っているくらいなんだよ。でも、サッカーに熱心なのは、批判されたところで、サッカー好きからは愛されることでしょ？うん、政府専用機でサッカー観戦に、行って批判されても、サッカーファンからは、俺たちの味方だ、って、なっちゃうからね。しかも、メルケルが観戦した試合の、ドイツ代表の戦績は11勝1敗だから、逆に勝利の女神と言われるくらいなんだよ。メルケル、オリックスの試合を見に来てくれないかな。やっぱり、長期政権を築くことに、成功したということは、政治家としての能力ももちろん必要だけれど、国民の支持が不可欠だからね。なるほどねー。2021年秋に、メルケル退任予定だけれど、その後のドイツがどうなるのか？楽しみだよね。そうか、メルケルも、いよいよ退任か。政界から完全に引退するらしいよ。そしたら、暇になるから、オリックスの試合を見に来てくれる可能性あるかな？来てくれるはずないでしょ。最後まで、ご視聴。ありがとうございました。